他の店は入れたと激行したということです昨日夜遅く久留米市の牛丼店で未成年者を含むグループで来店した男が深夜で未成年者は入店できないと言われたことに腹を立て店員の男性に暴行を加えたとして現行犯逮捕されました警察によりますと久留米市の自営業の男は昨日午後11時20分過ぎ久留米市東町のスキヤ 西鉄久留米駅前店で定員の男性の腕を掴むなどの暴行を加えた疑いが持たれています6人のグループで来店していてその中に10代の少女が1人いたということですスキヤでは健全育成の観点から未成年者の入店は午後10時から翌朝5時は保護者同伴でも断るようマニュアル化されていて男性定員が入店を断ったところ 他の店は入れたのになどと怒り出したということです揉めたのは事実文句は言ったけど腕を掴んでいないと容疑を否認しています